はいどうもお疲れ様です。 TIL でございます。今回はね、オペレーションアウトブレイクのバトルピックアップのみ手に入るこちらの隠しライトマシンガン M60ULT をね、使っていこうかと思いますね。で、タイトルにも書いてる通りね、こいつね、実はハマスよりね、タイムドキル早いですよ。なんとこのレートで3発キル、やばくね。3発キルって DMR やね、 SKS とかあの辺と同じダメージで、このレートよ、やばいでしょ。これアスバルには負けるんだけど、距離が離れてもね、ダメージはそんな下がらないんで、ファマスよりタイムドキルが早いと。そしてなんとこれ、炸裂弾打つんですよ。ほら、ね、やばいやろ、これ。で、僕ちょっと使ったことないんでね、今回はね、これ使ってやっていこうと思います。ランボーですね。お、湧きましたね。オッケー、ゲット。さあ、どこ向かおうかしら。せっかく手に入れたバトルピックやからね、バトルピックアップなんで、まあ、死なずにね、行きたいもんですが。あ、いた！まずは1キル目、お前からだ。おお、自分もダメージ食らうし、あんまり近くで戦うほうがいいな、これな。結構腰ダメ性とかえげつないぐらい高いから、すごい当たるんだよね。そのから ADS はできへんだけど、ADS する必要はあんまりない。さあ、どの距離でもファマスより強いです。いきます。おお、やべえ、やべえな、これ。さすがの距離遠いな。正面。おお、やべ。3発キルはさすがにちょっとこれやばすぎるよな。もうちょっと敵が密集してるとこにね、突っ込みたいんですけどね。もっと乱暴乱暴したいんですよ。この辺に敵の反応があったはずやねんけど、あ、いた。ウェイ。ウェイ。ウェイ。オッケー。まだおるわ。来い。まあ。いた。おお、溶けてく。ヘリ落ちてんかな、なんとか。ヘリは無理か、さすがに。あ、結構デルタが来てるな、あれ。この距離届くんかな。お、届く。マジか、この距離倒せるんだ、腰ダメで。ちょっとエグいな。ちょっとエグいけど、ちょっとエグいけど、B4 の警戒兵みたいに防御力が高いわけじゃないから、割とすぐ死ぬって、この実況武器使ってるシーンが少ないっていう。大丈夫かな、ね、もうちょっと密集してないかな、ね、敵。なんか、最寄りの雑魚がいないんだよね。D 行くか。D は結構美味しいんじゃないこれ。ほら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 、やばい、やめろやめろやめろ、また拾いに行くの嫌だ、また拾いに行くの嫌だから。いやー、助かった。やめろ、どっからや。いやー、やめろやめろ、ほんまやめて。もう武器拾いに行くの嫌なんだよ、死にたくないんだよ。攻撃力が高いんだけど、防御力がスカスカやから。まあ味方と一緒に行動すればある程度は死を防げるかなって感じがするけど。あ、ヘリ落とせっかな。あ、いけんじゃない、あれ。あ、無理かな。お、倒した。乗り物自体壊せてないね。ああ、なくなっちゃったや。さあ、最寄りの雑魚はどちらですか。おっと、正面発見したが、少し M60 じゃ遠い距離か。いや、いけるかな。ウェーイ、素晴らしい。エイム線でいくクソ楽やねんけど。このままどこ行こうかな。密集地帯ないんですかね、どっかに。密集地帯は。うわー、チャーリーめっちゃいるな。よ、まずお前からや。オッケー、まだいるぞ。今の葉っぱでバレた気がするが、問題なしと。はい、オッケー。お、強い。強いけど。いや、いすぎいすぎ。いや、でも、勝てる。絶対死んだからぞ、このまま。ウェイ、オッケー。ウェイ。わー、ショットガンは無理です。もうちょっと味方同士行動しちゃったらすぐに M60 失ってしまうからな。なんか今回の実況動画、なんかフラグショーみたいな感じになりそうな気がする。デルタかなりの数いるな。これ爆発するからね、上から下に撃った方がね、かなり有利なんですよね。いるけど、これバレてない、バレてない。かなり際どいところやけど、今撃ったらバレる。今撃ったらバレるぞ。この M60 は絶対俺失いたくないからね。おお、集まってるかな。裏取りやな、これ。裏取りで全員殺されるかもしれない。は？やべ。やべえぞ、これ。オッケー。上の人バレたせいけど、仕方ない。いやー、僕そろそろバレたかもしれん。すごい数いるぞ、これ。すごい数いるぞ。いいぞ、いや、オッケー、ナイス。大丈夫、まだ117します。まだ117します。聞こえてますよ、足音。はぁ、これはチャーリーからこっち来るかな、こっち来るかな、こっち来るかな、来ますね。はい、オッケー、3発キル。おどる？あ、やばい、もう一つ叩かれた。あっぶね。でも今のでバレたぞ。結構敵来る、このまま。あ、オッケー、助かったかも。すぐ死ぬ。いやー、これ B から絶対来るんだよな。ちょっと慎重に立ち回ろうか。強いんだからね、防御力がそんな高くないからね。警戒兵じゃないんだから。あ、いた。死ね。
はい、ただ建物の中とか関係ないんでね、この武器。さあ、右に今反応あったが、やってくれた。正面、敵。建物の中か。建物の中ちょっときつい。この味方。ほら、おお、敵と撃ったし、なんかやばい。左クリックした敵が死んでいく武器やわ。やべえな、これ。まあ、後ろ映らんかった、敵。気のせいか。正面。いった、あれだ。大丈夫、絶対倒せるから。こいつは、こいつわけない。こいつわけない。で、正面、ここ。あれ？いなくなったな。いや、ブルル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 、はい、オッケー。やばい、自分にダメージが来る。爆発するから自分にダメージ来るわ。俺さ、戦車もワンチャン壊せるはずやねんけどな。さすがに弾が少ないな、この。戦車にダメージを当たるのに使いたくない。できれば、歩兵のね、ザコどもをね、買ってきたんですね。さあ、D からめっちゃ来ますね。バレたか、これ。一応、有利ポジから、戦っていきましょう。まだまだチャーリーにザコがいるな。お前みたいなやつだよ。はい、オッケー。これ、ヘッシュ当たった、マジで。終わりじゃない、敵。一周で解けるぞ、マジで。おらんかな。 C もおらん、おらんな。お、これチャーリー向かってる敵裏取りできんじゃない、来たんじゃねこれ。はい、死んでください。はい、死んでください。はい、ツーマン。もうおらんの。いや、もっといたと思うんだけどな。おらんか。仕留めるぞ。山側にいる。いた、今伏せたな。さあ来ましたね。あ、これ死んだわ。正面。はい、オッケー。もう一人いるな、そこ。やってくれたかな、やってくれたね。オッケー。いや、このままデルタ流れていきましょう。おっと、タンクはさすがに大したダメージ入らんな。お、あれチャンスじゃね。当たれ当たれ当たれ。ダメか。いや、壊れそうだけどな、あれ。オッケー、出した出した。やべえ、走ってる車両とかもう目じゃないな。爆発全員倒せるもん。正面2人がちょっと30発しかないから、これが最後やな、多分。はい、オッケー。これ味方、あと11発、最後の11発で1キルはしておきたいが、正面おるな。うわっ、ファック。あ、いた。おお、敵じゃない。あ、正面いるな。あー、バレたか、ここだ。これもや。はい、オッケー。最高っすね、マジで。おい、さすがに弾もらえんよね。バレットとかも無理やもんな。あ、いる。おお、やべ、今の死ぬ。ね、おいおいおい、D 拠点に生きのいい雑魚がめちゃめちゃ群がってるように見えますけど、私の勘違いでなければ、この後、敵をキルが止まらなくなる可能性が非常に高いんですが、ちょっとこれ、E 拠点やばくね、これ。来たんじゃね。どうやって攻めれば安全かな。安全に敵を連続キルしたいんですが、スナイパーが見てんな、まずは。ちょっとタンクの裏に隠れるとかもありかもしれんな。ここら辺。あれだ。はい、オッケー。はい、2マン。今回、日本サイドがかなり楽やな、キル。はい、3マン。あー、そっちおったん気づかんかった。チャーリーが取られたから、次チャーリーか。この武器さ、ロッカーとかで使いたいんやけど、ちょっと広いからね、マップ的に。まあ、倒せんだけどね、全然。全然倒せんけど、ロッカーで使えたら、この上の喜びをね、きっと俺は感じることができるんだけど、もう、体力。お、なんかいる。はい、オッケー。まだいる？あ、コミカットか。このまま D 拠点かな？敵 D だよね。オッケー、D 行こう。めっちゃいる！ 1,2,3,4,5,6 人ぐらいかな。マップの下側から攻めたら結構敵気づかずにね、死んでくれるんで、ちょっと下側から攻めていきましょうか。さあ、E 拠点結構いるんやけど、これどう攻めようかな。さすがにこの距離、いけるか？さすがにしんどいよな。詰めるか。詰めたらまた死んで武器拾いに行かなあかんような気もするけど、まあ頑張ってみるか。1,2,3,6人ぐらいおるな。これ勝ったらマジでやばいけどね。まあ頑張ってみましょう。はい、1。まだいるはずやんけど。あれ、これか。よくやった。そんなおらんな。味方は結構元気やから全部やってくれるんだよな。建物の奥おるかな。これほっといてもいいな。いた。はい、オッケー。うおー、すげえ、70万当たってくるか、この最強武器に対して。大体始末したから。正面なんかおるな。あれ、あれいけるわ。溶けるな。戦車ダメージある？あー、さすがにないか。さすがに戦車ダメージあったらやばいよな。じゃあちょっといい制圧したんで、続きまして D 取られてるから D 行きましょうか。D の数ちょっと、いや、ほぼ敵全員おるぐらいやな、あれ。そっか、D 拠点しか敵ないからか。どう立ち回ったら残り92発で無双できる、考えたいけども、考える暇あったらもう突っ込んじゃおうかなーっていうね、そういう心持ちでございますが、見えんかったな。ちょっとモーションセンサーとかあったら助かるんだが、
さあ D 入ったぞ。これかなりいると思うんだけど、パッと見 C に向かってんのかあれ。はい、オッケー。さあ撃ったから敵にバレたか。やってこないな。何してんだよ敵。おい敵マップ見てる？敵マップ見てないじゃんこれ。はい、死んで、オッケー。次はあの辺か。あれはいる。うわー、くそ右おったんか。まあそこカモじゃん。次 A か。右、あーどうしようかな、これ難しいな、かなり難しいぞ。いける、オッケー、溶けた、とろけるチーズやなこいつら、マジでやば。左おるな。ちょっと左ってやろうとしたら A に背を向けることになるんだが、あーでも敵じゃないな、オッケー。でこのまま A 入っていきたいんですが、バレてるよね、結構囲まれてるかも。慎重に立ち回るか。あれはちゃう、出ていくかと思った。あ、でも中入ってもいいんだけど。奥から来るな。まずこいつでしょ、でこいつでしょ、オッケー、ツーマン。でね、山側やね、山側3人と A 拠点の中やな。どっち、山側行くか、山側行こう。はい、オッケー、ツーマン。あ、キルアシストか。山側もいない、いないね、オッケー。じゃあ A 入りまーす。 A でも味方やってくれそうだけどな、もう。そんなことないか、ちょこちょこおるな。あ、だから撃たれたぞ。回復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 、危ない危ない。はぁ、マジかよ、あと8発もあったのに。さあ次はチャーリー拠点かな。正面から向かってくるな、無謀にも。はい、死んでいくと。で正面スモーク長。あー、どうせ敵ですか。いや、ちょっと危険やそれは。場所をいたずらにバラしても仕方がない。そうか、うおー、キルアシストか。奥いるね。おお、逃げた、マジか。炸裂だよな。あれだ。はい、オッケー、ツーマン、ワンマンか。次はチャーリー中やな、あんま行きたくないんだけど。何や、後ろおんのか。お、ここいるね。なんか飛ばしたね今、ロケットかなんか飛ばしてる。ここや、もう一人もう一人、こいつこいつこいつ。はい、オッケー、後ろいる。よかった、バレてなかった。危ねえ、ビークでクソいるやんけ。囲まれてんだこれ。はい、じゃあちょっとね、もう試合目最終なんでね、最後はね M416 でやっていきましょう。ちょっとね、拾うまで時間かかるんでね、ちょっと何試合か分けてね、フラグショーみたいな感じになっちゃって申し訳ないんですけどね。非常に敵はね、バターのように溶けていく武器なんでね、結構楽しかったですよ。さあ最後ちょっと B 拠点 M416 で攻めていきましょうか。おい、もうほんまなんなんこの終わり方。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。